にしますか。つまんないから外出るか。ああ、やっぱ夜の散歩って気持ちいいですね。1時間ぐらい歩いてますけども、ああめっちゃ気持ちいいです。最高です。この虫の音色がいいですね。まあ、でもこの動画見てる人の中で、例えば北海道出身ですとか山の中に住んでますっていう人がいたら、まあ、これが普通だと思いますので、そう、まあ、大したことないと思うんですけども、やっぱこう虫の音色っていいですね。こんにちは、こんにちは、大丈夫大丈夫大丈夫だよ、こんにちは。この夜の誰もいない道をプラプラ散歩するっていう、これなんか分かってくる人いますか。あ、ここいい感じですね。はい、じゃあ話していこうと思います。で、あのツイッターの方で手取り15万円っていうそのハッシュタグが、まあ、ちょっと盛り上がった時があるんです。僕の大学の同期の人がに久しぶりに会った時に言ってたんですけど、例えばその人は手取り25万ぐらいだと思うんですけども、ただその飲み会に行きまくって結局お金が全然なくなっちゃって、そして実家に戻るっていう、そういう人もいました。そう、なのでそういうのを見ながら、なんか僕が感じるものとかっていうのをちょっとシェアしていきたいなというふうに思います。俺はこうしたからあなたもそうしなさいみたいなことを言うつもりはないので、まあ、そこは安心してほしいです。あくまでも僕の体験だっていうのをシェアさせてもらいます。もしこの動画を見てる人の中でその手取り15万じゃなかったとしても、まあ、20万だったとしても、その貯金したいなって思ってる人いると思うので、その人のためにちょっとでも参考になってくれたら嬉しいなというふうに思います。大学生の時っていうのは、まあ、アルバイトしていたので毎月5万円ぐらい稼いでました。で、毎月5万円ってどういうことかっていうと、まあ、朝起きてすぐラクロスの練習やって、で日中は大学に行って、で午後から研究室とか行って、でその後夜バイトちょっとやるっていう感じなので、なので、まあ、毎月5万円ぐらいしか稼げなかったという感じですね。その中で学費以外のことは全部自分でやりくりしていたので、まあお金ないですよね。その中から携帯払ったり、デート代払ったり、あとは飲み会参加したりとかしていたので、まああっという間に貯金はなくなるわけですよ。もちろん学費を払ってくれるだけでありがたいんですけども、でもその普段の生活のところではもうすごい苦しい苦しいっていうのを思いながら4年間過ごしていました。そうで、社会人になってお給料がその5万円のところから手取り15万円になったので、なのでもう10万円もプラスされてもらって入ってくる、すごいっていうことで、もうその10万円はまるっと貯金に回したっていうお話ですね。この時点でもう全然参考にならんわっていう人もいると思うんですけども、まあ、気になる方がいたら最後まで見てくれたら嬉しいです。そうで、まあそんな感じで10万円を貯金してました。でショッピーさん、一人暮らししなかったんですかっていうお話なんですけど、一人暮らしは途中からやってました。新人研修が終わってもう新しく部署に配属された時ぐらいから、もうその通勤時間が片道時間半になっていたので、あ、もうこれは無理だ、死ぬと思って一人暮らしを申請してやったんです。で、まあ、それもありがたいことに、その会社がその家賃補助っていうのを出してくれまして、そうなので毎月僕のからの出だしは1万5000円とか2万円ぐらいだったんですよね。ただその会社員 1,2 年目って特にこう、なんでしょう、めちゃくちゃその同期の間で差があるってことはもう全然なくてですね、地方から来た人で一人暮らしをしていて、で僕と同じように手取りが18万とか15万でやりくりしている人がもうほとんどだったんです。ほとんどだったんです。ただその中の話を聞いていくと、毎月10万円貯金しているのは、うん、多分僕とあともう一人高いなかったかぐらいだったんですよ。そうで、毎月10万円貯金してんの、キモーって言われたのをすごい覚えてます。
大丈夫ですか？ここまで聞いて自慢話になってないですか？まあ、受け取り方は人それぞれだと思うんで、まあいいんですけども。そんな感じで僕は毎月10万円を貯金してました。10万円貯金するって決めてたからなんです。そう、本当にこれって面白いんですけども、その同期の人と話をしていて、僕は毎月10万円貯金するって決めてるっていう話をしてたんです。他の人たちを聞いていると、毎月5万円は貯金するようにしている。とかですね、毎月8万円貯金頑張って貯金しているようにしているとか、毎月3万円貯金してるよみたいな感じで、その毎月いくら貯金するってもう皆さん決めてるんですよね。そうなので、やっぱり決めてる人っていうのはその10万円じゃなくてもいいんですけども、確実に貯金できてるなっていうふうに思ってます。お給料が入ってきたらもうその分からもうこれだけは貯金するっていうふうにもう先にもう確保しちゃうんです。そうするとあっという間に貯金ができるようになるかなっていうふうに、まあ、僕はそういうふうにやってます、うん、ちなみに手取り15万18万円で毎月10万円貯金している時っていうのは、そうたえば僕もストイックにやってましたんで、飲み会には行かなかったですし、毎日300円から500円までっていうふうにその食費代決めてやってました。そうで、あとは電気であったり水道だったりガスっていうのも極力使わないようにしてましたし、もうエアコンとかクーラー暖房っていうのも一切使わなかったです。めちゃくちゃストイックにやってたわけなんですけども、ただその時ぐらいからそのお金をかけずに楽しむ方法だったり、例えば本を読みたいなと思ったら図書館に行くとかですね、あとはちょっと運動したいなと思ったら自転車に乗って気の行くままにサイクリングをしてみたり、そしたらもうジムもいらないですし、もちろんそのやりたいことだったり好きなことだったりっていうのはいろいろ制限はされると思います。欲しいものも買えなかったり、行きたい場所にも行けなかったりっていう制限はあると思うんですけども、15万円が少ないっていうなんか常識みたいなのがあると思っていて、でもそうじゃないっていうのを僕は思うわけです。その15万円だったとしても、その無料で自分を喜ばせてあげることっていっぱいありますし、十分豊かに生きていけるかなっていう、まあ、僕の意見ですね、はい、をシェアさせてもらいましたけども、いかがだったでしょうか。そう、僕は起業した当初、その輸出のビジネスが全くうまくいかなくて、マイナス利益5万円ぐらいだったんですよ。でも貯金がどんどん切り崩して減っていくっていう中で、もうどうにかして出費を抑えなきゃいけないということで、納豆一泊で紆余しないった時がありました。あの時はもう本当にひもじくて、もうあの時はもう戻りたくないですけども、そう、でもその時はその時で、なんか納豆一泊しか食べなかったので、すごい体がデトックスされて、脂肪もどんどん落ちていって頭が冴え渡ったんです。で、いろんな情報だったり勉強もスムーズに入ってきましたし、なんか行動してても疲れない体になったんですよね。なのでその時に初めて、あ、1日1食でいいかもっていう風に思ったりですね、今でも1日1食でその1回の食費で300円しか使わないっていう時もありますので、それはその納豆一泊生活で気づいたことなんです。手取りは多ければ多いほどありがたいことに、それは越したことはないんですけども、そう、ただその手取りが15万であったとしても十分生きていけるっていう、その気持ちになれることがすごい大事かなっていうふうに思います。そう、それがあるからこそ、その恐怖とか不安とかがなくなって、新しいことにチャレンジしたりとか、楽しいことに豊かに暮らせるようになりますので、そう、なので15万10万あっても大丈夫って思える、その気持ちになれるってことが大事だと思いますので、私手取り15万で十分生きていけるかもっていうふうに思っていただけたら、僕はこの動画をシェアした甲斐があったかなっていうふうに思います。はい、ということで、今回はその手取り15万円っていうそのハッシュタグが流行ったことについての僕の見解っていうのをちょっとシェアさせてもらいました。はい、一人でも多くの方の参考になってくれたら嬉しいです。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。